2022年最後の日本代表ニュースといえば、森保監督が次の北中米ワールドカップまでの続投が決まったことかと思いますが、中には森保監督のことが好きじゃないと思われている選手もいます。どうも、補欠カラスです。今回は森保監督のことを好きではないと噂されている選手を紹介します。大迫祐也。まずは、現時点で森保ジャパン得点王の大迫選手です。大迫選手は一時期、森保ジャパンの不動のワントップとして、森保監督からは絶大な信頼を受け、不調の時でも重宝されている時期もありました。しかし、怪我やスランプにな 悩まままされれ2022年1月を最後にに代表のメンバーからは連続ししてて漏ううようになります一時期は、今のままじゃ代表に選ばれない、クラブで結果を残さないと、と話し、ワールドカップのメンバーから落選してしまう危機感を感じているようでしたが、9月半ば以降、代表に呼んでくれと言わんばかりに明らかに復調し、J リーグで結果を残して、頭一つ抜けた存在感を見せつけました。本人も、長い間怪我していたが、やっと万全な状態でサッカーができる、と手応えを感じていたようです。かねてから大迫選手は、32歳で迎えるカタールワールド カップを自身の集大成と話していて大迫選手の調子センターフォワードの人材不足森安監督からの信頼度といった面から見ても大迫選手のメンバー入りは十分可能性があるとファンやメディア ob も感じていましたそして11月1日本大会のメンバー発表に備えて神戸市内では大迫選手の記者会見の席が用意され約50人の報道陣が集まりましたしかし森安監督の口から発表されたメンバーの中には大迫選手の名前はありませんでした会見の場で大迫選手が落選した理由を話した森安監督は 許されるなら招集したいと、26人に絞らなければいけない苦悩を話しました。そして、大迫選手は、バックアップメンバーに打診されるも、誰かの怪我を祈るなんてしたくないじゃないですか。と話して断ります。さらに、大迫選手は、ワールドカップ後の日本代表委員について問われると、監督が変われば選ばれる可能性もあるんじゃないですか。と、メディアも凍りつく一言を話しました。この監督の交代を望むような大迫選手の言葉とは裏腹に、森保監督は続投となりましたが、大迫選手が昨シーズンの終盤戦のような活躍を J リーグで見せていれば、 日本代表の候補に上がってくるとも思います。代表復帰のためには、森保監督とかつてのような信頼関係を取り戻す必要があるのかもしれませんが、時間が解決してくれると信じています。鎌田第一次はバルセロナや ac ミラントッテナムなどビッグクラブがこぞって獲得に関心を寄せている鎌田選手です。鎌田選手は2018年夏に所属していたフランクフルトで構想外になってレンタル移籍した。ベルギー一部のシントトロイデンでセカンドトップとしての才能を発揮し、ゴールを量産すると森保監督体制下の。2019年3月。 代表デビューを果たします。森保ジャパンでは当初大迫選手の他に有力な選手が少なく、鎌田選手は手薄だった。ワントップの新たな戦力として考えられていました。そして、代表4試合目となった。2019年10月のタジキスタン戦でもワントップで出場しましたが、やりにくさを感じてピッチ内でトップ下の南の匠選手と話し合い、ベンチからの指示なく、前半途中から南野選手とポジションを入れ替えてプレーを続けました。その後、日本の攻撃は活性化したので、試合後、メディアからは任期応変な対応と称賛され。森。 監督はポジションは決めつけることはなかったと選手間でのポジションチェンジに理解を示していた一方で高層にあった鎌田選手のワントップ起用を諦めざるを得なくなりましたそしてコロナでの活動中断期間が明けた後の2020年10月のオランダ遠征で招集された時、き鎌田選手はワントップは自分では想像がつかないと難しさを話しこれ以降本職のトップ下での戦力となりましたが南の選手らもいる層の厚いこのポジションで出場機会は減っていきますさらにアジア三次予選途中での4231から4 3 3へのシステム変 もあって鎌田選手は日本代表のメンバーに選出されても出場機会をもらえず三次予選終盤戦にはメンバー落ちと苦しい時期を経験します一方クラブでは2019-20シーズンにプランクフルトに復帰すると視力を掴んでブンデスリーが有数の攻撃的ミッドフィルダーに成長し2021-22 20シーズンにはクラブのヨーロッパリーグ優勝にも大きく貢献しますそして2022年6月日本代表で約8ヶ月ぶりにプレーしますが僕にとってはクラブが特別とクラブでの活動を最優先にする姿勢を しワールドカップが近づいてきた代表合宿中でもビッグクラブでスタメンを取ってチャンピオンズリーグ優勝を目指すというのがサッカー人生の最大の目標とその姿勢を貫き嘘なしで僕はワールドカップに向けて今シーズンやっているわけではない僕自身はクラブでいい結果をここ数シーズン残しているからそれでどうなったとしてもそこまで僕自身が打ち込むことはないとワール カップのメンバー選考の争いに揺らぐことなく、クラブで結果を残せていれば、落選してもショックではないというような気持ちを口にしました。それでも森保監督からの期待度は高く、ワールドカップでは不調に悩む試合もあった中で、4試合全てに先発出場します。大会中、森保監督とのコミュニケーションについて、あまり話さなかったと話した鎌田選手は大会後、森保監督とずっと良い関係性だったかと言われると、そうではなかった。自分が外されていたり、使ってもらえない時期もあったし、本大会までは信頼されている立場ではなかった。ただ、ワールドカップで自分 自分を信頼してて使ってくれたこと、にには感謝ししてるるトータルで見とととお世話ななったなと思うと森保監督の起用法に不満を感じていたことを認めつつ、感謝の意を述べていました。クラブ優先を公言し続けた裏には、代表の活動で感じていた鬱憤があったんじゃないでしょうか。ただ、鎌田選手は、国を背負って戦う意味というのを、今回のワールドカップで初めて知れた。そういう意味で、自分の中の感覚が少し変わった。とも話していて、代表は通過点というこれまでの姿勢に変化も見られました。一方、日本の戦い方については、 とはまだレベルの差があるなとだからこそトップを目指したいです完全に引いて守ってのカウンターという今回のやり方で戦ったとしても先はないと限界が来ることを示唆していました今後日本代表の大黒柱に成長することが期待される鎌田選手の代表に対する気持ちが変化しつつある今こそ森安監督にも世界との戦い方に変化を加えていくことが求められていくのかもしれませんね皆さんもワールドカップ日本代表メンバーでこれから一番成長を期待する選手をコメント欄で教えてください同安律3人目は森安ジス ジャパン発足期から招集され攻撃の軸として期待度が高かったドーアン選手です。ドーアン選手は2021年夏にオランダ支部の強豪テースフェイに復帰し、コンスタントに活躍していた中で、2022年3月カタールワールドカップ出場を決めるオーストラリア戦とベトナム戦のメンバーが発表されますが、ドーアン選手の名前はありませんでした。これを受けてドーアン選手はツイッターで逆境大好き人間頑張ります。あ、怪我してませんとつぶやき、さらに5日後そのツイートに2 0 0 2勝1ゴール1アシスト。俺悪くないなと英語で 生していて、リプライではこんなに活躍してんのになんで選ばれないの？皮肉全開森保を嫌っているんだろうな。など、同案選手を応援する声や監督批判とともに様々な憶測が飛び交いました。さらにオランダでのインタビューでは、日本代表に今は選ばれていないのが残念でなりません。でも、今後日本代表としてワールドカップに行けたらとても光栄なことです。だけど、どちらか一つを選ばなければいけないとしたら、ペースフェイの一員としてチャンピオンズリーグでプレーしたいですね。と話し、この時期に代表を落選していた鎌田選手と同じくクラブ優先。 チャンスを講演していました。そんなド安選手は、2022年6月のブラジル戦を含めた4連戦を戦う日本代表メンバーに選出され、4ヶ月ぶりに代表復帰します。そしてこの時、3月に落選した時の心境を聞かれると、もちろん悔しかったけど、落選したことで今の自分がいると思っているので、今では感謝しているときっぱりと話し、もう気にしていないことを明かしました。右サイドハーフや右ウィングのポジションを主戦場としてきたド安選手には、伊藤淳也選手という不動の地位を築きつつあった選手や久保武史選手という隊の ホープの存在もあり、絶対的なスタメンとは言えない形でワールドカップ本戦に臨みました。それでも持ち前の強いメンタリティを活かして、ドイツ戦とスペイン戦で途中出場ながらチームを勢いづける同点ゴールを挙げ、チームを勝利に導いてくれたのは感無量ですよね。新生森安ジャパンでも、ド堂ン選手の活躍が見たくてたまらないです。ホンダケイスケ。次は、現在無所属のホンダ選手です。ホンダ選手は、ロシアワールドカップ後に代表引退を表明していた中、カタールワールドカップのメンバーが発表されると、長谷部ははは岡崎は香川は圭介本 とツイートして世間を賑わせ海外メディアからは自分自身の落選に不満と揶揄されていましたそんな本田選手ですが本大会では日本代表全4試合の ABEMATV での解説を担当し的確な試合分析選手へのリスペクト歯に衣きせぬ発言などでサッカーファンの心をつかみましたそして日本が主導権を握っていた中で敗れたコスタリカ戦の後には正直に言うと森保さんに対してツッコミどころが多い試合やったと思うとツイートし記者にはあんまね立場上難しいんですよ僕今回一応解説の仕事 できてるでしょ僕がほんまこれ旅行できてたら批判の嵐多分放送禁止用語ガンガン使ってたと思うと森保監督の戦い方や采配にかなり苛立っていることを伝えつつまだスペイン戦があってグループリーグ突破の可能性があるんやから批判とか森保さんに言いたいこともいっぱいあるけど抑えましたと話していて頑張って冷静さを保っていたようですしかし明日の朝4時に起きれないとか言ってる人いないよなとツイッターで煽っていたスペイン戦の勝利の後には 1>, 1戦目2戦目は森保さんの�配に否定的だったが森保さんの�配を認めざるを得ないと 森保監督を称賛するコメントも残していました。本田選手は大会後、今大会の解説の mvp という評価を受けていましたが、主役じゃないのが嫌と話し、今後は解説の仕事を受けないという意向を示しました。皆さん的に今後日本代表の試合の解説を担当してほしいと思う。解説者がいたらコメント欄で教えてください。原口元気。次は大迫選手と同じく、まさかの落選と言われた。原口元気選手です。原口選手はこれまでの森保ジャパンではコンスタントに代表入りし、クローザーとしても重宝されているように見えましたが、カタール。 ワールドカップのメンバーから落選し、大きな話題を呼びました。森安監督は、元気やささはたたくくん貢献してくれたメンバー落選と、いいいうう非ななことととをしてししてててまままっったという部分でそのまま入ってきてもおかしくないと真意がよくわからない同情を寄せていましたが、原口選手自身は、監督とは話していません。落選はテレビで見て知りました。8年間ずっとそこにいたのに、今回だけいなかった。とてもがっかりしました。と、年明けに当時の心境を振り返っていました。ワールドカップ前までで、森安ジャパンで出場した試合数は、南野選手に次ぐ2位と、本人としても森安監督 監督とと信頼関係が築けていたと感じていいいたた感じははずなので相当ショックは大きいように思えます三笘選手です水戸間選手は昨年6月のチュニジア戦の大敗後のインタビューでチームとしてどうやって攻めていくか決まりごとではないですがいろんなものを持たないといけないと思いますと課題を口にし選手個人で立ち位置や狙いの話をするがそれがチーム全体で共有されていないと不安を感じる現状を話していましたこの森保監督の戦術批判とも取れる発言にメディアとサッカーファンは 撃を受けました一方、森保監督はというと、チュニジア戦後、三笘選手について、彼自体が戦術と話していて、戦術三笘発言とピックアップされて、物議を醸しました。組織力が必要と言っていた三笘選手ですが、自分自身を戦術と暴露した森保監督との感覚の違いについて、どう感じたのかが気になりますね。ワールドカップでは、三笘選手のスーパーサブとしての起用法に賛否両論ありましたが、新生森保ジャパンでは、この三笘選手をどう生かしていくのかが注目ですね。皆さんも、このスーパーサブの起用法についてどう思うか、意見があれば、 教えてください久保武久次は新生森安ジャパンのキーマン久保選手です久保選手は昨年9月のドイツ遠征の時チームとして具体的にどう戦っていくかということをふんわりとしたものではなくてもっと具体的な形でキーポイントを見つけていくというのが大事だと思いますと先ほどの三苫選手の発言と似たような戦術面での改善が必要というようなことを訴えかけます さらに久保選手は、攻守において、1、2個はこれという共通認識を持っていたい。うまくいかなかった時に立ち返れる場所があるというか、優先順位ができてくるのが一番。ないわけじゃないし、臨機応変に変えるのも大事だけど、強い決まりごとが特に強豪国にはあります。時間がない中で模索していくのが大事だと思います。と、ワールドカップ直前でも、戦い方に決まりごとが少ないことに危機感を感じているような発言をしていました。久保選手のこの発言を受けてメディアは、監督批判とも取れる。と報じ、森保監督に対してファンは、森保本当に何もない。ワールドカップ と変わらないい現状に落胆していましてまたそして迎えたワールドカップでは、この後4年間、悔しさのまま過ごすのは正確的に無理だと思うと誓った久保選手でしたが、出場時間はドイツ戦とスペイン戦の前半のみの合計90分に終わり、期待されていたほどのインパクトを残せませんでした。中でもスペイン戦は、前半は僕が一番良かったと思うと久保選手自身が手応えを感じていた中での交代だったため、納得がいかなかったそうで、最年長川島選手に、だけ、応援するしかないぞと指摘されるほどでした。 チームの勝利を喜びつつも前から行けばもっといいプレーができたしボールを取られる気もしなかった個人的にはすごく悔しいと話し同じく前半のみでの交代となりましたが試合後には小さい声で言うんで小さい声でブラボーとフラグ回収の雄たけびでグループリーグ突破を喜んだ長友選手とはかなり温度差を感じる雰囲気でしたさらに久保選手は大会後のテレビ出演のときにも前半だけ見たら多分僕が一番良かったと思うんでと話していて一貫して森保監督の�配への不満とも捉えられる姿勢は変わっていませんでした先ほどの三選 選手と同じですがスペイン一部で活躍する久保選手を今後森保監督がどのポジションでどう周りの選手と融合させていくかが注目ですねここまで現役選手を7人紹介していきましたが現役選手だと特に監督に対する態度や発言で信頼関係を失ってしまうと選考に影響が出てくるので真意を伝えきれていない可能性もあると思いますというわけでここからは引退した選手を紹介しますまずは元日本代表トゥーリオさんですトゥーリオさんは2022年6月のチュニジア戦での大敗後自身の YouTube でこの相手にはいただ 負けない。負け森保監督の意味のわからない。先発僕は理解できない。交代の仕方も意味がわからないと、ブチギレ下打ちしながら約16分間にもわたって森保監督の采配や戦い方を厳しく、批判し、グループリーグ突破できないと警告していました。さらに、別の動画では森保監督、名物のメモについて聞かれるとふふ <laughs> 必要ないと、森保監督のハートを粉砕するかのような嘲笑ぶりで否定していました。そして、本大会のメンバー発表が終わると、トゥーリオさんはこのフォワードじゃ点取れない。俺がディフェンダーなら怖くないと呆れた口調で話していて。 結果の予想を聞かれると、カタールまでは行けますよ。と苦笑いしながら、グループ突破は厳しいことを示唆していました。しかしそれでも日本代表を応援すると話し、グループリーグ突破したらパンツ一丁をどっかで走り回ります。と公言しました。そして日本代表がベスト16進出を果たすと、トゥーリオさんは公約通り、マスク姿ながら、レッツカラーのパンツ一丁で、お台場の砂浜を走ってビールを飲んで、めちゃくちゃ気持ちよかった。と祝福していました。とても面白かったですが、今後勢い余って警察のお世話にならないようにだけ注意してほしいですね。僕もいつか、 スキャンダル系の企画ででトゥーリオさんを取り上げたくないですジョーショージ最後はトゥーリオさんと対談するほど気が合い日本代表が大好きだからこそ森保監督への批判も辞さない城武氏でおなじみの元日本代表のジョーさんです城武氏は大会後も炸裂し一番の目標は何だったのって考えるとベスト8なのよ新しい景色を見に行くって言って結果は出てないドイツとスペインに勝ったからいいじゃないって終わっているそこをはぐらかされるのはすごく嫌だと持論を展開しますそして森保監督の続投については森保監督を独当させるならアドバ ファイザーとして外国人の経験値の高い人を入れないと森保さん一人じゃ無理世界を経験していないコーチ陣じゃ無理と指摘していましたまた戦い方に関してもコスタリカやクロアチア戦の主導権を握れる時間にアクションを起こせない戦術伊動とか戦術ミトマとかじゃダメ決まり事がなく連動性もないのが最大の課題と痛烈に批判していましたいの監督続投ということでがなくにも引き続き注目ですねというわけで今回は森保監督のことが好きではないと思われる選手を紹介しましたが森保監督の続投はやばいと言われる 理由をこの動画でもっと詳しくまとめているのでぜひ見てみてください最後に動画が面白いと思ったら高評価を新生森安ジャパンだけでなく僕のことも応援してくれる人はぜひチャンネル登録もお願いしますそれでは皆さんさようなら